皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナネ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。三姉妹が24時間出ているわけではございません。あ、これ言いたかっただけって感じでございます。もう今日画面もすごいじゃん。画面がもう5光がさしてると思うんですよ。もう私は顔でかいんであえて前に出ますけど、もう前に出ます。引いたところであんまり変わらないのね。もう前に出ておりますけれども、今日はねすごい巡り合わせでちょっとお二人が一緒になってるの、これはまた本編でねお話ししていきます。それではCM入ります。 CM です。どうぞ。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか。はい、皆様お帰りなさいませ。それでは早速なんですが、もう皆さんね、先週2週前3週前にね出ていただいていらっしゃるゲスト様になります。ここで一つ皆様に先にお伝えしないといけないのが、お二人とも肩書きがもうね50個ぐらいありますなので全てはもうここにテロップで出ておりますので、まず一番端の方から。新井雅美さんです。よろしくお願いいたします。そして私のお隣は下井由美子さんです。よろしくお願いします。下井由美子です。よろしくお願いします。もう連続で、もうね、かいちゃんまで収録、かいちゃん収録ってそうです。3本目。はい、皆さん同じ日に収録するという感じになりますけど、今日はなぜねこうお二人、なんかそうやってあるのみたいな思われると思います。オープニングでちょっと実はねってお話をしていたんですが、去年2023年某ミセスコンテストがありました。でそこでの、もう分かりやすく言うとお二人同期になられるって、はい、お久しぶりです。ご無沙汰してました。そうなのよ。で今日ね、収録なんですけども、由美子さんその前にちょっとラジオに出てもらってて、はい、でテレビでも出てくださいねっていうので、この日は誰々が来るよってもう決まってたからね。ただあ、じゃあこの日が来れるわってお仕事の都合もつきますっていうので今日で、雅美さんは知らなかったから来ておお久しぶりみたいな、ちょっとギフトにねそうしようかなと思ってっていうところだったんですけれども、コンテストつながりならちょっとコンテストのお話も伺いたいなと思います。またね今後ねいろんなコンテストを目指したい方もいらっしゃるとも思いますし、何かがこう参考になればいいなというところで、あくまでそれぞれの個人の感想になるのでねっていうところだけは付け加えさせていただきますけれども、そうそう、まずエントリーするじゃん。エントリーのきっかけはなんか誰かの紹介とか？あ、私はめぐみちゃん、福井県めぐみちゃん、福井県かな。長野の方がいらっしゃるんですよね。めぐみさんっていうね。めぐみちゃんを応援してたんですよね。初めて。そしてどんどん綺麗になっていく彼女を見てて、で結構こう会話をする機会があったので、で次は由美ちゃんの番だよって言われて、なるほど無理。って言ってたんですけど、そうそうみんなそうなの初めて。そうで、できるよ全然できるよって言ってね、いろいろちょっと相談乗ってもらって、興味はあるからね。そうで私でもできるのと思ったらできるよって言ってくれて、で挑戦してみようって思いました。一歩踏み出したら楽しい未来が待ってたっていうところだと。そのめぐみさんという方は、その前にコンテストにちょっとチャレンジされてて、それをずっと見てたという。そういうことね。ちょっと離れてはいるけど、お知り合いだったということですね。すごいね。雅美さんはなんかそう前回出ていただいた時の私の記憶が正しければ、たまたまなんか興味あった時ネットで探したらヒットしたんじゃなかったっけ？友達が写真を持ってきて、そのどこに写ってたのが。ミスなんとかコンテストにミセスのコンテスト、ミセスでもコンテストあるんだって。そうか、もともとミスの出身だから。そうすごい、もう歴史すごいね。アーカイブ見てください。昨年3本出ていただいてますんで、もうほとんど漫才2人でほとんど漫才をしておりますけど、いやでもすごいなと思いますね。まあそこでね、本番に向けて皆さんね、ドレスなんて日常ドレス着て貴婦人のように生活してるわけではございませんので、どんなして歩くのかとか自分の思いを言うスピーチ、ただねボソボソって話すだけじゃやっぱり届かないし、はい、まあそういうのは、まあ、トレーニングっていうのがあるわけですよ、23ヶ月ぐらいかけてね。はい、で、まあ、そこで皆さんこうエントリーした人たちがこう初めましてみたいな、1人増え2人増えっていう、まあ、感じよね。どうだった？どれぐらいで会話したとかもう覚えてないか。ああ、由美ちゃんと、由美ちゃんとはでも気づいたら6月下旬ぐらいから2023か、そうですよね。初めの頃まさみさんいてなかったのかなね。それがね、なんかすっごくレッスンの日程を多く設定してくださってて、なのでたまたまそこでずれてるって可能性もあるよね。そうそうそう、いやすごいね。あ、で同じ部門だったっけ？私はクラシックです。あ、私もクラシックだっけ？クラシックでやんのってあるわけ。そう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 、クラシックでやんのって2つしかなかったからね、そこはね。そうなのよ。いやでもなんかやっぱり1回ずつ増すごとにさ、自分も変わっていったでしょ。どんな風に変わってきた由美子さんは？私はもう本当に初めてで、こういうコンテストとか大体みんな初めてよ。そうドレス着るのもなんかないと、そうあんなないです。分かる分かる分かる。そこで何を自分がもう巻き込まれてるような感じ。あ、初めはね、なんかやってみようとは思ったけどもって目まぐるしい何か。そうだったんだ。はい。それで千夏先生の言葉がけがやっぱりすごく心に響くんですよ。まあ、その時はまあね、トレーナーとして入らせていただいてるので、若干みんなこの人言うことすべてみたいな、若干ちょっとそういう雰囲気はあるんですよ。でも大体ふざけてましたけど。まあでもね、まあ、経験してるから伝えられることと、まあまあ皆さんのその時のこう気持ちっていうのが分かるから、なんかこう言ったらいいのかなっていうのはあったが、たまたまヒットしてたっていうのはあると思う。何回もね、みんな私だけじゃなくてみんな結構もうね、泣いてること書いてましたよね。そうさ、自分で結構自分を追い込まないコンテスタント。追い込みます。追い込む。追い込むで、まあ分かりやすい言葉が追い込むんだけど。答えがない。初めはぼやっとエントリーしてるけど、だんだんそこからいい意味の、みんな仲間なの同士なんだけど、ちょっと競争心も出てくるわけ。競争心、それはね自分が勝手に思うのよ。誰がじゃないの、みんな仲いいのいいんだけど、なんか思うの、それっていうのはいいことなのよね。やっぱ高みを目指していこうってするわけじゃん。なんかさ、そういうの芽生えてきた。芽生えますね。ゆみこさんってなんかあんまりそういうのが出ない感じよね、雰囲気的にね。はい、ない方だと思いますけど、皆さんない方でも静かに燃えてたってイメージ。あ、そうですそうです。なんかない方だと思いますけど、先生が言われる通りに信じて、で自分が一番のライバルなんですよっていう言葉書きをね、千奈先生にされてて、そうで、あ、自分がライバルなんだと思いながら頑張ってましたけど、なんかマイペースでしたね。でも性格出るよね。でも、だって人見たってさ、その人にはなれないわけじゃん。だからまあ言ってることはまあ当たり前のことを言ってるわけなんだけど、その時点のみんなにとってはもうとってもすごく重要な、でもキラキラ光ってるような言葉に感じるわけよ。そうね。まさみさんどうだった？まさみさんもなんか全然もう初めからなんかもう地方大会の全然前のもうぼやっとしてる時点からなんかもう世界行きますみたいな雰囲気だったよね。なんかわかりやすく言葉に言うことですか。やだ。それはあったんだと思うけど、だんだんなんか本当にちゃんと思っていいんだなっていうのを自分でこうなんか認識しっかり自覚していったような雰囲気に見えたって感じ。おっしゃる通りですよ。本当に徐々に徐々に徐々にね、ガーッと上がっていきました。よく見てらっしゃる。いや、そんな気がするよ。だってまあみんなさペース一緒じゃないからね。そうそう、結構初めからバーンって飛ばして途中で疲れる人もいるし、なんか初めぼやつ、あ、エンジンかかんないなーって。なんか1週間前にいきなりバンってかかったりとか、そういう方いらっしゃいましたね。前日までなんか上がってたけど下がって、前日、あ、もういやこんだけ回練習してきたらもったいないなと思うわけ、うん、やっぱり時間もかけてるじゃん、うん、みんなこう生活の中にそのコンテストのためにさ眠い時間も割いてこう練習するわけでしょ、うん、いやなんかもったいないじゃんと思っててもなんかいきなりもう本番パーンってスイッチ入る人もいるから、うん、まあこれが面白いところなんですけど、まあ今振り返っても何月だったっけあったの去年8月の前半か、じゃあちょっとオンエアの時点が多分ちょうど1年ねどこを見てんだよみたいな1年前の話をしておりますが、はい、どう、まあ、コンテスト終わって1年経って、はい、まあ振り返ってみて、はい、自分が以前はこうじゃなかったけど、うん、こういう部分が自分で認識としてすごい分かるなという変化があったところ。そうですね、うん、まあ、周りのねまず知り合いが今の自分の、うん、周りの方もいるし、うん、まあ、全く違うこう色カラーの方たちとも出会っただろうし、そうですね、なんか周りの今まで出会ったことのない人たちと出会えて、うん、で自分磨きをすごくこう怠らない人たちに出会えてすごく刺激を受けてます。うんうん、はい、これずっとだよね。で、うん、SNS があるから、で一番、まあ、私もそう関わってきて、まあ、いろんな形で接したりファイナリストをこうステージに上げてきて、うん、一番思うのがもう降りた後がの生活の方がずっと綺麗やね。もうなんていうのかな、多分プレッシャーとか全部なくなるから。やっぱそこまず初めはステージ、うん、その地方大会のステージを目指して、うん、そこにガーっていってもちろんめっちゃ綺麗になるし、うん、なんだけどやっぱりそこはやっぱ最後ね順位がつくとか、うん、なんか特別賞があるとか、はい、で人間なんかやっぱ欲しくなるわけ。でもなんかそこじゃなくてもうそれも終わって、うん、なんか楽しかった悲しかった嬉しかった辛かったもう全部清算できたみんなって、うん、もう本当に綺麗なんだよね。もう全然違う。だから自分のことってあんまり気づかなくても同期のみんなとまあなんか久しぶり正解とかあったらなんかそう綺麗になってる。それお互い様なんだよね。そうだわそうだね。のはあるし SNS 見ててもそれみんなさ笑顔も表情筋も鍛えられるから笑顔も違うじゃん。全然違う。なぜかこうしようとするけどこの手だけはどうしようもならないよね。なんだろうこれ。前に組むときはもうスピーチのこれにならない。そうなります。なってます。なっちゃうね。はい、まあでも美しい所作だからいいと思いますけど、はい、これはコンテスト担当を経験した人あるあるなんで、あの人も経験してんだなみたいなねところは思いますけど、はい、いやでも本当綺麗、もう本当お二人もその通り綺麗だったなと。思いますね。SNS でいつも応援してますけど、本当に。いや思うよね。わかるわよそれ。めっちゃ綺麗になってる。本当だね、そう言われれば。でまあまさみさんは今まさにもう来月世界大会に行かれるというところで、またちょっとねまだ由美子さんとはちょっとまた感覚が違うところはあるとは思うんですけれども、まあ。その一コンテスタントとして、まあ、1年前から今ってもう今ね何が変わったでも変わったところ考えられないと思うんですけど何か一番自分の中でもう今まさにまだねこう今から上がっていくっていうところだと思うんですが、どうですか1年前に行こうと世界大会って目標にしていて本当にそれを掴んで今もうまさに行こうとしている今っていうのは。世界のそのミズたちとどこまで私が食い込めるのかなっていうのがすごい気になるところで、そうよね、まあ、見えない部分だもんね。はい、でそれでビューティーキャンプがもう1週間ぐらいあるんですよ。その間も全部チェックされているので、で着るものも全部決まってて、で写真もドレスもどれも何色これ色とっていう。いやどこまで自分を見せられるのかっていう、そこがすごい気になります。まあでも経験値をさ踏んできてるからもうそのやってきたことを出すだけなんじゃないかなとは、まあまあ思いますけどね。そのまあ分からないからこそっていうところあるよね。私はまあ今年がどんな形になるかは分からないですけど、去年の感じをまあ分かっているので、まあ本当に指定も多かったし。もう命なくなるぐらい写真撮ること多かったけど命なくなるぐらい、本当になんか写真撮ったら命がなんとかって言う人いるでしょ、はい、本当にわかるわっていうぐらい、はい、こんな撮るんだって、別に俺ピンポイントで撮られる時もあるけど、うん、こんなを撮るんだなとか、はいこれしてとかね、カメラかっこいいからはいこうしてとか、もうね何が分からない、ずっと笑ってるみたいな、もう目が笑ってない時あるけど。そんなこともありましたけど、いやそうですね、まあまあ今からまたね、な感じですね。でもどう同期がこう世界に行くっていう感じはどんな感じがします？いやもうなんか同期っていう感じはしない。もうなんか別の人たち、別の次元の人たちみたいな感じ。寂しい寂しい。あでもそうなるかもね。それもわかる気するわ。いやなんか逆に同期って言っちゃっていいのぐらいな雰囲気なのね。そうですそうです。いやそれわかる。そうでも逆はね全然違うと思う。うんね一緒。逆にもうホッとする。そうそうそう。それはやっぱり一緒のその初めのドキドキをさ戻れる。本当だよね。今日嬉しかった。感じはあると思いますね。そうでまあいろいろやっていってもうまさに今コンテスト出ようかなっていう人がまあ見てるかもしれないけど、由美子さんがまあ経験値としてやってきて。一番何をこう一言二言で伝えるとしたら、はい、まあ興味があるともう悩んでるっていう、まあ、あと人を知ってたね人を知ってたら多分ね、でも自分がなんかアドバイスできることとしては、はい、どういうことをお伝えしたいなと思いますか？そうですね、もう変わりたいっていう人が多分そういうのをチャレンジしたいと思ってると思うので、もうぜひチャレンジして新しい自分を見つけてくださいって伝えたいです。いやトレーニングは絶対役に立つから、今後ね生きていく上でね、そして自分で積み重ねたっていう自信がつくから、そうっていうのはあります。もうなんかまさみさんねいろんな質問頭ごっちゃになるかもしれないけど、どう誰かにそのもう今ねこのまあ見てるカメラの向こうでコンテストに参加しようっていうことに対してですよね。もうおすすめですね。私も全然もう年齢も年齢なんで。美に対する意識が全然なかったんですよ。そういうのよ。でもほら私たちは今のまさみさんで会ってるから、それがちょっとまあ逆に言ってそうだったのって思っちゃうぐらいなんだけど、全然もう前の写真ビフォーアフターめちゃくちゃ。でもそれぐらいもうバリバリのもう変わりました。バリバリだったのね。今もバリバリ仕事されてますけど、もう違います。メイクの仕方からまた違う。ああそうなんだ。じゃあそれを。知ってる人がたくさんいるのね、まさみさんの周りではね。っていうことだよね。そうですね。変わったなって思ってると思いますよ。口にはそんなにね、毎回言わないですけど。絶対おすすめですね。私は若返られると思う。そうですね。思いましたよね。私も思います。なんかね、気張るし、気張るのかな。まだ見られるというか、なんだろう。なんか目に対するなんか追求の仕方が変わりました。それはいいことだ。もういい加減にしてたやつが。いや先生すごい綺麗。もう私は圧倒されましたもん初めてお会いした。はいな感じですけど。いやもうね最初にお会いした時に私6月、5月かな。いやもうすごかったですよひどい顔。もうでこう歩く姿ね。こんな世界があるんだと。ここにね入れてたの。目に焼いた。ごめんなさい全然面白くないギャグで本当に突っ込みどころがないという感じですが、あと一つ一番聞きたいこと。周りの方もだけどご家族がどんな風に変わったとかある？初めはさなんか何やってんの、まあ母ちゃんじゃないけど感じだったのがなんかだんだん綺麗になってたら、まあ周りも嬉しくなるから、まあその甘い言葉はなかった。うちはもう出さないようにしてました。周りが。ご家族が私自身がよくそれで生活できたね。そこっちがすごい本当だから家の中ではいつものお母さんすごい器用だわ。いやそんなことないんですけど。そうか。でもなんかさスピーチとかやってたじゃん。はい、まあそれは普通にやってたの。そうですね。でもほとんど誰も見てない。そっかそっかそっか。じゃあまあまあいない感じだったの。まあそういうパターンもありますよ。はい。まさみさんどうだった？私はね、大会に必ずお嫁さんとかそれお嫁さんのお姉さんとかついてきて見てもらってたんですよ。そしたらお嫁さんとそのお姉さんが出たいとか興味を持ち出して。いいじゃんいいじゃん。こんなに変われるんだみたいな。そうか一番身近に見てるから。でもそれは嬉しいよね。なんかそう見ててよかったねじゃなくて、お嫁さんの方がなんか可能性があるかもっていうのをだんだんね自分もねこう朽ちていくっていうのをこう意識してるのに、えお母さんすごい若返ってるみたいな、なんか言ってくれた。じゃあもう楽しみですね。楽しみ。もうでもそれなんか一番嬉しくない？嬉しかったです。ね。しかもそのお嫁さんとかこの孫が来るんですけど、もうちゃんとゲストの方とこの人いいなと思う方と一緒に写真撮ったりしてるんですよ。コンテストの中で。すごいすごい。前はもうちゃんとこうちょこたんと座ってたのに、だんだん慣れてきて、すごい。それは慣れはあるね。慣れがあります。1回目より2回目ね。見に来る方もでどんな感じの服装したらいいとか。そうです。すごい。いやそれはもう一番身近にねいろいろ聞ける人がいるっていうのは。じゃあ来年出られるのかしらね。楽しみね。一応声かけてます。まあそれはそれで楽しみよね。になりますけれども、まあでもこの変わっていた自分の中の変化っていう、まあゆみこさん面白いね、家で一切出さなかった。ね、そうですね。なんか照れるというか、そういう感じか。でも周りはやっぱりこう綺麗になっていってるのはもう絶対隠せないから感じてたと思うよ。まあそれを言う言わないだけのことであって。そうドレス選びよドレス選び。その一緒に出られた時はこう淡いピンクのさコパーついてたっけ？ついてましたついてました。やつだまたにやってた雰囲気ぴったり。一目惚れでした。もう一着目で決めたもんね。はい。もっとそれでいいのっていうぐらい。いやでも気持ちよかったよね。あいいですこれで。あ気持ちいいわーと思って。3着着れるようだったら3着ぐらい着るじゃんひとまず、いやでもよっぽどしっくりきたんだなと。そう試着をしたいよね。しました。で千夏先生に見てもらって、そうそうたまたまそういうなんかあったので会がね、そうですそうです。ですぐお直し出したわけ。はい、すごい迷いなくで。なんかアクセサリーも多分その時選んでた。アクセサリーもその時今絵が来たけど、はいそうでした。結構即決だったよ。決断だ。いやそう。いや普段は迷うんですけど、たまたま。いやだからしっくりきたんだよ。はい。すごいわね。ね。そうまさみさんはもうジュディ・オングみたいな。ジュディ・オングみたいな。そうなんだそうなんだ。あらあらあら。知ってる？知らない？いやでも白のでここになんかどっちかに大きなお花がついててこうなんだよストールって言えばいいのなんかなんですよ。裾のねなんか長いやつだったよね。でこれをこうつけなさいって先生にご指導いただいて、もったいないじゃん回るとのが大変だよとかねいろいろあってアドバイスをいただいて似合っとったよ。それでジュディ・オングになったんです先生のおかげで。なんかジュディ・オングさん白いの着てってまあこあの袖は全然違いますけど。そうそう似合ってたね。ありがとうございます。もう背が高い身長順だったので一番最後だったのよ出てくるの。はい。もうなんかね若干今から演歌歌うんじゃないかぐらいのね。いやでも本当素敵でした。いやそれは冗談ですよ。冗談ですけどいやでもすごい似合ってたね。いや由美子さんももう雰囲気バッチリ。でもどう何着ぐらい着た？その白いの選ぶとき。あれは3着までだったのでやっぱり3着でした。でまあその他がどっちも分かんないけど白が一番良かった。良かったです。でも似合ってたよね。似合ってました。やっぱり似合ってるのみんな着てるよね。すごいなんかこうプリンセス系な感じのドレス似合うよね。ちょっと本当ですか。なんかふわじゃなくてこうなんじゃないけどちょっと絞ってこっからふわっとしてるのが似合うよね。トランペット型っていうらしいんです。あそうなんだね。でねああそうなんですね。マーメイドだったんじゃない。こうちょっとフィットするね。そう今回春に日本大会の応援行った時にまさみさんがブルーのドレス着ておられててあれもすっごい素敵でした。似合ってたね。ここに大きなお花があってねドレス着てたの2週3週前にね動画上がっておりますのでぜひそちらも見ていただきます。あやっぱり CM 行かないといけないね。はいじゃあ CM 一旦行きますよ。 CM です。どうぞ。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか？はい、お帰りなさいませっていうところでね、まあ、若干同窓会系そこに加わってる私みたいな感じですけどいやでももう一生に出会える人ってさ、まあ、決まってるって言い方したらあれだけど限られてるじゃん。道路ですれ違う人と「こんにちは」なんて言わないわけよ。でもやっぱりコンテストにみんなドキドキしてトレーニングに来て、そこから切磋琢磨した仲間っていいねとはもう本当に思う。思いますね、本当にね。たまに会ったりしてんの、なんか初めの頃集まってたけど、もうみんなそれぞれになっちゃってるのかな。なかなか会えない。この間の大会の時にお会いできた。そうだね。まあまたみんな落ち着いたらね、誰かがこうでもやろうってあげないことにはなかなか難しいよね。そうでもまた楽しいかもよ。そうですね。ドバイ終わってからですかね。今年のまあ11月12月ぐらいじゃない、寒くなったぐらいのね。そんな話もみんな聞きたいだろうしさ。いややりたい。みんなドレスもね1着ずつ選んでヘアメイクしてもらって、もう本番の時はヘアメイク、まあ、一応プロの人にしてもらうじゃん、もう誰か分かんなくなるぐらいもう自分で自分がびっくりするでしょ、びっくりします。こんな変わるの私っていう、もう本当に自撮りしまくるよね本当にアプリ使わなくていいっていうね感じはねすごい出てくると思いますけど、じゃあもう最後に一言ずつね、何かこう自分が体験してよかったこととかあれば。難しいね今質問、私も言いながら答え出せないなっていうようなことだったとは思うんですけど、まあコンテストに出てよかった。絶対それは良かったって言います。そうだよね。私も本当それは言える。もう経験した人は絶対言うのよ。でもそこ入るまでが興味あるんだけど、なんかね手は出るけど体が引いてるみたいな、なんかなんていうかな、そういう感じあるよね。もう申し込みしてしまえばどうにかなりますんで、まああとはそこに進んでいくしかないけど、でもその時にエントリーした申し込みね。出場しますって言った自分を絶対褒める時が来るっていうのは間違いないと思っておりますので、ぜひあなたもよかったらコンテストチャレンジしてみてください。荒井まさみさんと島由美子さんでした。ありがとうございました。バイバイ。